儚い雰囲気馬娘3人組です。に対するみんなの反応。こういう雰囲気だけ儚い馬娘好き。真ん中雰囲気どっしりしてない？一人だけずっしりしてない？真ん中だけ太り気味じゃない？なんか色合いは淡くて、儚く見えなくもないし。左割とアホじゃない？雰囲気の話って言ってるだろ。左は儚げなんだけど、実際はスピード狂いという。真ん中とんでもない俗物じゃない？左右は天然お姉さんだけど、真ん中は違うじゃないか。真ん中原作も儚さとは、そこまで因ないですよね。右には真ん中はずぶとく見える。泳ぐときは儚い雰囲気出てる。めっちゃくちゃ嫌そう。抽選も勝ち上がりにかかるのは、儚いし。儚いスタートからゴールまで追い通し。儚いのとずぶいのはちょっと違うんじゃないかな。鈴鹿さんほっそ、ローレルさんほっそ。ミラクルは？よ、未来のお色気クイーン。左右は評価って感じだけど、真ん中はカレーライスって感じ。ひしみーも確かに初出は、儚い印象だった気がする。周囲から儚げな美少女と言われたら、否定はしなさそうなのが真ん中だ。ミラコは佇まいからふてぶてしい。ひしみらうと、アルダンイン。真ん中がずぶとく生き残りそうなんですが。なんなら同期でクラシック分け合った子も健在です。儚げな雰囲気あるとか言われたら、女の子的にはあんまり嫌な気はしないよね。男で言うあいつはニヒルな雰囲気あるみたいな表現。ミラコみたいなのは貴重なので特需だよ。真ん中はお好み焼きだし。トレーナーに見つからなかったら、埋もれていった逸材と言ったら、儚く感じるし。真ん中は今でも、腹に指が埋もれる日がある。勝負服の腰回りがゴムなのを、自慢げに言う女だぞ。おっさんでもしねえぞそんな自慢。さては素人だな。太くはねえだろ太くは。ミラコはおっさんみたいなメール送ってくるからな。左は儚げというよりクールだなイメージの話です。鈴鹿ちゃんとローレルさんと一緒だって言うから、なんか嫌な予感してたんですよねー。足毛だから儚いでしょ。白髪ってだけで割と儚い印象。ミラコもローレルもビート番組だから儚い。木箱組でもある。こんなゴテゴテの木箱どこにあるんだ。いじられすぎて忘れがちだが、左は本当に儚いんだ。鈴鹿さんは元が元なので、ライスや KS の方のミラクルあたりも欲しい。せめて真ん中はアルダンがマーちゃんにしろよ。まーちゃんはストーリー知ってないと、ただ可愛くて太いだけなんで。儚いステークスに勝手に失踪登録されたんだな。儚いステークスに登録しといたから、逃げるなよ。儚いステークス？吐かずにレースするのかな。のしのししている。タイツタイツショーパンで、失踪条件は満たしてそうだな。おへそ出したくない羞恥心とかあるから、ミラコは、まあ儚げな美少女のミラクルと言われたらその通りなんですが、何ですかこの並びは。ミラクル違いで呼ばれてそう。曲を聴いて弾くのが KS ミラクル、体重を聴いて弾くのが菱ミラクル。KS ミラクルにエントリー頼んだはずじゃなかったのかひそひそ。左右はお姉様って感じはするけど、真ん中は嬢ちゃんって感じだ、田舎芋中学生みたいな。おんぶしたらつい、重、って声が出そう。こうしてみると、ミラコは末広がりの安定型って感じがするな。白は膨張色ですからね。B85 の H88 で北ちゃんと同じサイズ。ダブルは？56と62。身長は？162と156。北ちゃんは北ちゃんで、11とは思えないボディしてるから。162、85、56、88だからね。相方がダイヤちゃんなせいで目立たないけど、相当の出かけつ。儚さで言ったら KS ミラクルが相当なんだけど。菱ミラクルくらいが一番好きですよ。せめてマンハッタンカフェくらいの儚いのを連れてこい。儚い方のミラクルって言ったら KS ミラクルがいるから、ミラコは太い方のミラクルだから。目を離すと体重が減りそうなのが KS ミラクル、目を離そうが離す前が太るのが菱ミラクル。
メロン味練乳ブルーハワイソフト付きイチゴ味、みたいな儚さ。ローレルの片足だけ隠しておいて、もう片方素足にしてるの H すぎない？隠してる方も相当 H な隠し方だしな。どう見ても最終進化が、水氷の熱い脂肪。草馬娘、水馬娘、炎馬娘。いやまあ背丈は当然関係してくるんだけど、膝の位置が全然違っちゃうのがじわじわ笑えてくる。ミラクルは足太いな。圧倒的に安定感のあるボディが、魅力のミラコ。左右は抱きしめたら折れそうな感じするのに、真ん中はぷよぷよしてそう。言うてアルダンもがっしりしてるからなぁ、ミラコはそこに持ち度が追加されている。闘病生活を経てあの体育であるなら、病に侵されなければ相当のフィジカルだったんだろうな。あの最後じゃなければ、ターボみたいなキャラだったかもしれない。なんか私の例えだけカロリー高くないです？でも俺は好きだぞ高カロリー。エビタコホタテズワイガニとか言う？ミラコが悪い。エビイカホタテズワイガニ、2014年宝塚記念 CM からです。KS な方のミラクルは、食細い玉よりダブルが細くて本当に儚い。普通の子は欲望に負けやすいのでな、買い食いはやめろプールトレーニングにするぞ。やです。左右は走ることに命燃やしてるのに、真ん中はプールでカロリー燃やしてる。ほんとか？本当にも痩せてるか？ちゃんとも痩せ。ミラクルよりはまだ、ゼファーの方が一部分除いて儚いと思う。元もやしっこで身長低くて、腰細くてケツ薄いからね。ズブンマ娘は儚さと対極の存在だと思う。ブライト割と儚いよりって言っていいと思うし、個人の問題じゃねえかな。マジモンの儚いの候補としては、鈴鹿さんライス KS マーちゃんあたり？元ネタ考えるとまあ、名前上がるだろうってメンバーじゃないかな。いつまでも走れそうって言いそうなのがサイレンス鈴鹿、いつまでも食べれそうっていうのがひしミラクル。私も成績で言えば儚いんだがねー。滝音や富士も儚いと言えば儚い、わけねえだろ。儚いというよりは、そこが知れないまま引退した強キャラ、みたいなイメージ。エルだってかなり儚いと思うでーす。原作が途中でなくなるのが儚いキャラでは。儚さもあるけど、基本みんな付随する属性も強いからな。原作になかった、その先へ進むための強さがあるもんね、こっちの宇宙のソウルの子たちは。ネオユニどうだろうな。DKPI だね。僕は見栄を張るべきではないと思うよ。しっかり食べられるのはアスリートとしていいことだ、食べ過ぎだから絞ろうな。明日からやります。あっちょっと怪我しちゃいました、休みます。いやいやいやサボり？ひどい風評被害で心身ともにダメージを負いました。トレーナーさん焼肉を奢ってください。ライスはつける？大盛りで。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。